どうも、ワッキー貝山です。さあ、1週間毎日ガチャガチャやってみた。こちらにですね、厳選7アイテムのガチャガチャが入っております。今からやっていきますよ。まずはこちらです。はい、続きましてはこちら、黄色いカプセルです。はい、4つ目、5つ目、6つ目です。はい、1週間、7つ目。それでは見ていただきましょう。どうぞ。ね、ハサマリ犬マスコットボールチェーンですね。これはシャラクかなんかのね、絵に顔がポンと。なかなか面濃い犬が勢ぞろいですね。どこに挟まってもいいんですけども、さあ何が当たったでしょうか。私が当たったのはこちらです。来ました。今度ダジャレ系が当たるんですよね。ホットドッグに挟まり券すごいな。まあなんすかね、ホットドッグの看板ガッと後ろから行ったんですかね。このタポタポしてるあたりがね、うん、デブ犬なんですかね。まあ、ちょっと体的にはスマートですけども。いやー、挟まり具合が絶妙ですね。これね。うん、このボールチェーンでね、花見離さず持っていたら、なんか嫌なことも吹き飛びそうな、そんな可愛らしいワンちゃんのね、はい、キーホルダーでございます。うん、いいね。ホットドッグだからね。うん。続けて同じようなガチですか。これミニブックがないんですね。ホールインワン柴犬のマスコットキーホルダーってね、1個ね400円の、まあ先ほどはホットドッグだったんですけど、今回は鉄火巻きというもうまさしく未知数なガチャですね。まあ、取れる感じでもないですね。うん、シュールだなこれは。鉄火巻きがビョッと出てるあたりがね、弦が細かい感じがしますけども、はい、同じくボールチェーンということで、ね、メーカー的には違うんですがね、これぶら下げて歩いたらなんか言われそうですねワンちゃんはとにかくいろんなものに首を突っ込むという、まあちょっとこういうのが今流行ってるんですかね。はいはい、プニプニ超ロングウツボマスコットウツボです。はい、トイズスピリッツの製品ですね。まあこれ見ると期待してますね。ウツボめちゃめちゃ長いんですが、あとウツボとウツボのネグラが入ってるんですかね。まあ一応これはネグラ、うん、しっかりしてますね。これはこれでなんかいろいろと犬も首突っ込めそうですけど出た、このウツボがねプニプニして気持ち悪い手触りが、ワームって言うんすの？ああいう感じ？ああ、なんかリアルだね。ウツボの目とかもね。うわぁ、なんかね、気持ち悪いです。これを、まあ、入れて。まあまあ、こう通すのは普通ですかね。うん。こう上とかいけんのかな？上行って。結構上通すと結構難しいじゃないですか。いいね。お、水族館もこんな感じでウツボいるよね。あれ、これ何個持ってきて2、3匹刺したら面白いんじゃないですか、これ。いや、これプニプニがね気持ち悪いんですけどね、なんか癖になるんだな、これ。はあ。うん、これはこれはぜひね、はい、ゲットして触ってもらいたい。うん。はい。ウツボです。なかなかウツボがね、製品化されてることないですからね。こちらもプチブレイク中ですよね。シーチキン関係の。もう、実用的ですよ、これ。シーチキンがポップで可愛いエコバッグに。ね。今、ビニールもね、お金取られますからね。いいんじゃないですか、エコバッグ。まあでも、結構な種類ありますけどね。一つ目はシーチキン行きたいなと思うんですが。は
はい、1回やってシーチキンを当てるんですね。ドン。あ、結構でかいですよ、エコバッグですから。はい、ね、お、シーチキンは、これはあれだ、缶詰のお得用のね、3つぐらいこう重なっているエコバッグ、ちゃんとね、とってもついてますしね。あ、中も結構、あ、お財布とかも入れやすいしね、ちょっといいかもしれないですね、これ。うん、まあ、シーチキンの缶詰は入りますけども、素晴らしいですね。これですね、エコバッグ。税込み300円でこのエコバッグはいいんじゃないですかね。さあ、続いてこちらです。人間ドックの私、結果は芳しくなくてですね、今日の午前中、病院に行ってきまして、はい、その後にゲットしてきました。今日は何キロ？ね。これ、コラボレーションが、パンダの穴とタニタですよ。ね。まずは、いやー、ちょうどいいなんか、メタボリックですよね。あ、最近お腹出てきたかなみたいなね。まあ、こうやって寝そべってもいいですけども。なかなかこのね、ヘルスメーターだけの、造形ってないんじゃないですか、これね。はい、タニッタって書いてますね。まあ要はこれをね、乗せるのね、こうやってね。あはは。いや、哀愁あるな。お腹見ながら、うわ、ちょっともう少し100キロだわみたいなね。なんでもいいんで体を動かしましょう。角度的にはこんな感じですか。ね、98.45。この辺りが、まあリアルっちゃリアルですね。まあちょっと北千住のあたりはね、気になりますけども、はい、他にもね、いろんな動物があるようでございますので、はい、これ単体のフィギュアとしてもなかなか面白いんでね、やってみてください。チェイドリーマーほんと細かに作りますよね。おむすびマスコット2、はい、2が出るということは評判が良かったという、ね、竹猿おむすび、丸かごいいおむすび。おむすびは一つずつ取り出せるっていうね。じゃん。すごい。カラフルなおにぎり入ってるな。竹かごもね、まあ、竹ではできてませんけど、しっくりしていいです。あ、ちょっと梅干しとたくあん入ってんじゃないのこれ、早速。うん、いやー、あれ、おにぎりが、どこ行った、ね、小さいわ、おにぎりね。うん。竹かごと同じような素材ですけどね。そんなにこうプニプニするかなと思ったら、しっかりしたおにぎりですね。三色おにぎりね。梅とシソと色をなんかちょっと卵チックにも見えますけどね。並べておにぎりのカゴに入れるね。よいしょと、よいしょと。あら、いいんじゃないね。よいしょと。はい、おにぎりでーすって言ってね、おりごとーって言ってね、ぴょん、ね、あらなかなか、ほのぼのしますね。可愛らしい。なんでこれミニチュアってワクワクするんだろうね。好きだなー。はい、おむすびね。ミニガソリンスタンドマスコット3。そうか、前回もあったね。3。これなんか新しめなんですかね。はい、ん、注ぎ口は取り出し可能。はあ、給油口は奥まで差し込むとはまります。はい、私は3口給油機のホワイトが当たりましたけど、これね、残念なお知らせなんですけどね、この赤い部分切れてる。悲しいな。これは直すか。ちょっと悲しいんでテンション下がってますけどまあでもね、いいですよこれ。おセリフとかね、こう芸細かいですけど、ね、もうこの辺がちゃんとね、きちっとこうポコッと入るんだよね。そう、うん、よしと、うん、はい、これだけね何回も言ってますけど、まあ実はうちの近くにあります万代書店仙台南店、はい、今日行ってきたら僕の本1冊、はい、1冊残り1冊置いてましたけども、ね、はい、
こちら写真見てもらいました。ありがとうございますね。ぜひ昭和レトロガチャ最強コレクションの方も絶賛発売中でございますんで、よろしくお願いいたします。そしてこちらチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そして新旧のガチャガチャのリクエストもお待ちしてます。それではまたねー。 I love ガチャポン。